トナムダラットのコーヒー農園。前回はコーヒーの収穫の風景をご紹介しました。今回はコーヒーの風味を決める大切な精製の工程についてご紹介していきたいと思います。まずは収穫後のチェリーの皮むきから。農園の中に小さな皮むき機パルパーを置いて、ここでは収穫直後のコーヒーチェリーをすぐに皮むきしています。中では刃が回っていて、チェリーを入れると皮と種とで分けられて出てきます。小さなマシンだと時間も手間もかかります。皮が剥かれずに出てきた小さなチェリーはもう一度すくって投入。パルプと呼ばれる皮はそのまま乾かして土に混ぜて肥料にしています。そしてこの剥かれた種はタンクに入れて一晩寝かせて発酵させていきます。これが一晩経って発酵が終わったコーヒー。発酵とは微生物が糖分を水や二酸化炭素に分解する反応のことです。種の周りについているミューシレージというベタベタする半透明の膜を置いている間に微生物が分解してくれます。この発酵度合いによってフルーティーな香りや酸味のレベルが決まります。発酵しすぎるときつい味に、不十分だと特徴のない味になります。僕たちは実験を重ねて一番美味しくなるよう pH を測って pH4.0 を基準に発酵を管理するようにしています。ここでは洗う時間と水の節約のために水洗タンクに入れてジェット水流を当てて、ある程度全体を洗ってから手で洗っていきます。発酵していない皮を剥いたばかりの状態だと糖分の膜は強くこびりついていて、洗っても全く落ちません。発酵で分解されることによって水で洗い落とせるようになるんです。こうやって水洗いしてから乾燥させる方法はウォッシュと水洗式と呼ばれていて、スペシャルティーコーヒーだと最も一般的な精製方法です。そしてこの後の水洗工程が一番ハードな仕事です。農園主のローランは自然なやり方が好きで、手作業で全てのコーヒーを洗っていきます。私は水と桶さえあればどこでもコーヒーが作れるよといつも笑顔で語ってくれるんですが、この手洗いは本当に体力のいる作業です。水が透明になるまで少なくとも3回は水を交換しながら、とにかく混ぜて洗っていきます。ローランたちはこのやり方で収穫期の2ヶ月間に何トンものコーヒーを作っているんです。僕たちも推薦に一緒に参加しました。洗い方はまさにお米を研ぐののハードな感じ。ゴシゴシと豆をすり合わせながら洗い続けていきます。最初は濁っていた水が、水を変えながら洗っていくに従って色が出ず透明なままになっていきます。洗うほどクリアで透き通ったコーヒーになっていくんです。この水洗の時、水に浮いた豆は中が詰まってない豆として取り除き、沈んだ美味しい豆だけで揃えていきます。一番地味でハードだけど一番大事、透明感というコーヒーの美味しさの根幹を決める一番重要な作業です。次に乾燥の工程に移ります。洗い終わったコーヒー豆はこの乾燥用のグリーンハウスに移し、通気よくネットを張った乾燥台に薄く並べていきます。夕方日が暮れると、ここでは湿度が高くなるので、一度乾き始めた豆が湿らないように真ん中に集めて山の形にしてから夜を越します。毎日夕方には真ん中に集め、朝には薄く広げるという作業を欠かさずやっています。合計4週間ほどで豆が乾燥し終わります。
これはとある日のお昼ご飯。ベトナムといったらやっぱりこれです。見ていてなんだかわかりますか？この丸いライスペーパーを水に浸して、そして具を乗せていき、くるくると巻いていきます。そう、みんな大好き生春巻きです。僕も綺麗に巻けました。食後は固めのマンゴーにチリをつけて食べたり、日本では見ないようなフルーツも。これはカスカラと呼ばれるコーヒーチェリーの皮を乾かしたものです。これをお湯で煎じたものをカスカラティーと呼んで楽しんでいます。味はちょっとプルーンのような独特な酸味があります。もう一度乾燥部屋に戻って乾いたコーヒーの様子を見てみましょう。この白く広がっているのは先ほど紹介したウォッシュトのコーヒーです。一方でこの紫色に広がっているのは収穫したコーヒーチェリーをそのまま並べて乾かすナチュラルという精製方法のコーヒーです。コーヒーの乾燥は水分量が大事。水分計を使って 10% 台になるまで乾かします。この時のコーヒーは 26.7% ですね。ここからもう2週間ほどかかります。殻がついた状態で乾かしているので、香りはトーストのような少し穀物っぽい香ばしさがあります。これがナチュラルという精製方法のコーヒーです。チェリーの皮ごと乾かしているので乾燥には日数がかかりますが、独特の甘い果実の香りに仕上がります。ナチュラルの方がかさばり、コントロールも難しく湿気にも弱いので、やっぱり生産のメインはウォッシュトになります。これは品種の名前が書いてあります。ティピカや SL28、 どれも美味しい品種です。新しく植える品種の苗木をここで育てています。そしてこれが熟度の違った低いグレードの豆、地元の会社に流します。これは伝統的な脱穀の方法。乾燥が終わり、水分量が 10% 台になったコーヒーは殻を剥いて中にある生豆を取り出します。これが精製の最後、脱穀の工程です。本来なら今は脱穀の機械を使って脱穀しているんですが、今回は体験ということでみんなで昔のやり方を試しました。最後は殻を風で飛ばします。取り出した生豆は最後スクリーニングという工程で豆のサイズのふるいにかけ、粒のサイズごとにロットを分けていきます。一般的には大きい粒の方が美味しく高いグレードとなります。そして最後はハンドピック、虫食いや欠けた豆を取り除きます。これも今回参加してくれた農園ツアーのメンバーで体験してみました。そして一杯のコーヒーができるまでの最終工程、それが焙煎です。焙煎を語り尽くすのは簡単ではないですが、火をどこまで加えるかで浅煎りから深煎りまで幅があります。農園で僕たちが豆の品質を見るためには浅く焙煎することがほとんどで、パチパチとポップコーンのように豆が弾ける音がしてから数十秒で引き上げ冷まします。精製したてのコーヒーがきれいに焼き上がりました。ローランはちなみに自分の大きな業務用焙煎機で自分たちのコーヒーをオーダーに合わせて焙煎し、町のコーヒー屋さんに販売しています。焙煎をすることでより価値をつけて届けることができています。
そして夜、体を動かす仕事が多いのですぐにお腹が空いてきます。今回僕たちが向かったのは、そう、この看板のこのマーク、カエル料理専門店です。カエルの肉といっても、まあ軽い鶏肉みたいな感じでとっても美味しいです。うん、本当に美味しいです。特にこのカエル肉スープは絶品でした。ダラットの市内には大きな湖もあって、夜とても綺麗です。せっかくなのでナイトマーケットに繰り出してみました。いろんな屋台やいろんなお店が並んで、たくさんのものが売ってます。これはなんかいました。ローカルの美味しいおやつに豆スープ、美味しくて楽しい夜でした。そして翌朝、もう一個ベトナムの有名な料理といえばこれです。わかりますか？牛肉を取ってスープの中をくぐらせて、そして麺の上に乗せます。そこに香草を乗っけて、ボイルしたスープをかければ完成。フォーです。安定の美味しさ。ノワイに滞在している間はコーヒーもたくさん飲みました。ローランはコーヒーを育てるのも、精製するのも、焙煎するのも、そして抽出したりラテを作るのも大好きです。彼女が作ってくれるコーヒーは特別な体験です。そして最後はコーヒーの味の確認、カッピングです。粉にお湯を浸して4分経ったものをスプーンで上澄みをすくって味わいます。今回は農園ツアーに参加してくれた皆さんが一人ずつ選んだコーヒーを焙煎して並べてテイスティングしました。こうやってお湯に浸すだけなので、入れ方のうまい下手ではなく豆の違いに注目してテイスティングができます。この年もベトナムのコーヒーといったら驚くような、とってもフルーティーで華やかなコーヒーに仕上がってました。これは伝統的な織物、織物によって続いてきた民族なんだそうです。これは豆を冷凍保存しているコーヒーショップ。最後はこの新しい試みをしている町のコーヒー屋さんによって帰りました。エスプレッソもとにかく華やかで美味しいし、ドリップも上手。ドリップした後、窒素を詰めてシェイクして、ナイトロコーヒーという窒素が入ったアイスコーヒーも作ってくれました。コーヒー生産地のバリスタの腕はピカイチでした。出国前にはみんなでタピオカ麺のうどんを食べて帰ります。とにかくこっちの食べ物は日本人の舌にぴったりで、どれも外れなく楽しめました。一杯のコーヒーができるまで、身近なアジアのベトナムで現地の雰囲気と一緒にお伝えしてみました。僕が一番伝えたいのは、コーヒーは人が作っているということ。だからこそ一つ一つの違いを楽しむのが面白いんです。人が作る個性に注目して、コーヒーをもっともっと楽しんでいってもらえたら嬉しいです。